はい、前半は、無言動画でお送りしました。これ実際取りに来るのは2回目なんだけど、前回ね、ちょっとナレーションというか、説明ね、補足説明みたいな語りを入れたんだけど、若干というかですね、間違えてる情報が多かったので、今回はほぼほぼその辺の説明は、字幕で入れようかなと思います。いやまあ、ディープはディープだよね。まあ、前回撮りに来たのは、まあ、この今撮ってる 日から、遡って3週間ぐらい前になるのかな。なのでこの辺の様子は全く、変わりないと思います。ただあの日はめちゃめちゃ、ね、暑かったんで匂いが、ね、相当きつかったんだけど、まあ、今日は、ね、だいぶ気温下がってきてるんでそこまでではないです。そこまでではないですが、やっぱりね、下水、これ汚水を垂れ流してる状態なんで、やっぱきついね。人がやっぱりいるっぽいんだよね。ただその住んでるかどうかっていうよりは、日中ここに誰かいるみたい。うん。夜はここにないのかもわからないね。緊張感あるな。なんか視線を感じたような気がした。気のせいだと思うけど。なのでまあいろいろね調べていって、まあ、戦後のねどさくさであるとか不法占拠であるとかっていうね説があってほぼ間違いないとは思うんだけど、ただいろんなね状況、昔のね、戦時中の話であれば、なおさら、戦時中ってことはないか、戦後か。まあ、いろいろな事情があって、そこに住むしかなかったっていう、ね、可能性もあるので、まあ、そういう方々の、ね、あんまりこう、悪く言うのもどうなのかなという気もしてます。わかんないよ。本当にズルしていただきじゃないけど、ね、早いもん勝ちだってバッとこう、ああいうところを占拠しちゃったのかもしれないし、もうその辺はね、ちょっともうどういうことなのかわからないので、あんまり言及しないようにしときます。はい。ちょっと人が来ちゃった。まあ、いろんな側面があるということですね。でそこにはねタワーマンションが、建ってまして、でその裏手に、玉川旅館っていう昔太宰治が泊まったという日本旅館もあったんだけど、現在は、もう取り壊されてると、残念ながら。でこの辺はねまあ、そういう旅館、由緒ある旅館もあったんだけど、もともと、ね、赤線地帯だったというか、まあ、そういうちょっとディープな、エリアでもあったということで、本当ね、船橋の南口って結構そういうところ、名残があったんだよね。で、割とつい最近まで、まあ今もあるかな。ちょっと、もやもやした感じの、居酒屋とか、バーとか、ちょっと大人向けのね、エリアとかもあったりして、まあ、だいぶ開発されてね、そういう名残も薄くなってきたけど、まあ、そういうスポットでもあります。で断定していいのか分かんないけどね。よいしょ。はい、そんなこんなでちょっと緊張感のある撮影でしたが、船橋の南本町土佐浜地区からお送りしました。
はい、で1回目撮った動画はちょっとねいろいろ訂正部分もというかちょっと言葉足らずなところもあるので、それはもうお蔵入りにするか、まあ、もしくは、特典動画として、NG 動画として、また限定公開させていただこうかなと思います。はい、それではまた。